反射で、もう一回これで、あ、もう一回回って、うん、そうだ、ここまで行った方がいい、あ、オッケーオッケーオッケー、そう、この出てき方気をつけてくださいね、同じタイミングで、ね、じゃーん、じゃじゃじゃーん、バンで何か変わりたいですね、反ったまま足上げるやつ、それそれそれ、そこからすごい勢いでぐー、それね、あれできないの、できますわからない、せーの、バッ、イッ、バッ、イッ、オッ、シッ、ダ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 ッ、お願いします、ダッ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 、なんかちょっと、ね、いや、終わってからとか、じゃあ、そういうことです、はい、順調ですか、順調ですか、うん、まあ初日今から最終投手稽古、そして本番になります。何が起きるか楽しみに、はい、そうです、そういう出たいな、かばんかけるんじゃなかったか、間違えます、入ってきたところがもうちょっとザーッと動きたいなっていう感じがありました、うん、これやる前のこれがさちょっと立ちすぎてるのであそうこれはね5回目、5回目、5回目なんだけど去年できなかったので延期して、そう今回は5回目なんだけど6年前から始まっている、うんっていうダンスライブです。豊洲で僕が豊洲に住んでいた頃があるので、それをなんかこう懐かしい感じで、うん、始まったんだけど、まさかねこんな大変な時期になるとは思わないから、
何か表現とか変わりました、この時期。ああ、でもやっぱり最初にね、出演していたメンバーに、16歳の水島圭君っていう男の子、今回主役やってくれてる男の子が16歳から今21歳になってるっていうのを見ると、なんかやっぱりの一人の青年が大人になってしまったっていう、なんかそういったなんかこう気持ちもこの舞台の作品の中に取り入れて、気持ちの変化とか精神的変化とか、そういうまあ環境の変化もある、人々の考え方の変化とか、だけど愛が一番大事だよっていう、ラブイズオール、愛を忘れないでっていうことをテーマに、最後の、ダンスライブファイナル作らせてもらったっていう感じです。でもこれ、ラブイズオールっていうタイトルで、これからもね違う劇場で続けていこうっていう感じに考えているので、うん、ぜひぜひ期待してください。まだ終わってないですけどね、これから4公演あります。それでは初日です、皆さん落ち着いてまいりましょうね。はい、はい、はい、いつも通りでいいです、はい、怪我のないように、はい、ちゃんと慎重に、はい、でも盛り上がりましょう、はい、よろしくお願いします。おはようございます。2日目です。どうですか、体調は。うん、もりもり。もりもりですよ。今日はちょっと違うタイプで行ってみようかななんて思って。両方の仕事です。お疲れ様でした。ここでやるのはファイナルなんです。5年、5回続けてやってきて、ここと提携してやってきたんですけど、それが今回でおしまい。っていう意味のファイナル。でもラブイズオールっていうシリーズを新しくして違う会場でやっていこうと思ってます。はい、歩いて椅子の周りを歩いて、してどうぞ。こうなって。
でポーズが決まったら次行くような感じ。朝起きた瞬間からどっちかというかちょっと固めていくぐらい。はいはい。で次アクションがはっきりした音が変わるから、はい、なんかバーンっていうな、はい、バーン、うん、アクセント取ったっていう、はいはい、 OK、 はい、ここですね。これの場所がすごい微妙なんだよね。だから例えばここの上にも乗っちゃうぐらいでも前から見てると、うん、悪くないよ。あの箱がほらこれだもん。だからそこまで行っちゃってもいいよ。これか、はい、うん、お尻がその T 字に乗っかるぐらいがちょうどちょうどいいの。手上げるでしょ、ほらちょうどいいの今サイズが。あーなるほど、うんうんうん、あここはい3、4、5、8でず最後のところの音ください。そこちょっと 怖いもんね。一回一番最後の前に走り込んで落ちるシーンやらせてもらっていいですか。で消えるんですよね。はい、お客様の拍手で消えます、いろんなジャンルのダンサーさんがいて、その中でこの愛を表現するっていういろんな表現の仕方があると思ったんですけど、それをどうやってそのまとめてその作品になっていくのかなっていうのがすごい気になるんですけども、その世界観というかその愛にやっぱりすごく地球上で大事なもので宇宙でも大事なものでっていうのがあって、なんかもっともっとこうそれを感じたいというのがあったんですね。なので今僕が芸術活動している中でいろんなジャンルのアーティストたちと一緒に過ごす時間が大変多くあるので、その表現の仕方を一つにまとめるとどういうものが生まれるんだろうか、その愛の爆発みたいなものをボレロに集約させてみたっていう感じなんですよね、うん、例えばブレイクダンス、タップダンス、バレエがあったりジャズがあったりストリート系があったりっていう、そのやっぱりもそうですけども、あのいろんなジャンルの身体表現があるということは、いろんな国の人間がいる、動物も含め生きてる、この地球上で生きてる者たちの愛のパワー、それってどれだけこの地球上宇宙も含め全てにおいて大事な大事な大事なパワーがあるかっていうことだと思うんですよね、うん、全て愛が全てって本当にその通りだなって思う。そうですね、きっとこの
今の世の中が、一番変わらなきゃいけない時期になってきているので、うん、そのこれから先一番大切なものが何かということを人間界では考えなきゃいけない、改めて、うん、自分の生きている生き方を改めて考えなきゃいけない時期が来ると思う。人に対して、物に対して、生き物に対して、全てに対して、うん、何が大切なのか、何を自分は求めているのか、何を考えたいのか、そういうことをもう一度集約させて、うん、それを芸術活動に結びつけられたらいいな。まあ、ちょうど僕今節目なのかなって思うんですよね。こういう世の中になっていいタイミングをいただいたと思って、今思いついたのがそのラブ、うん、愛、いろんな愛の形、うん、人を愛すること、動物を愛すること、うん、この世界を愛すること、うんうん、そういうことで今ちょっとこう、うんうん、自分の中で収まった感があるんですけど、うん、もう一度それを練り直すっていう、うん、もしかしたらゼロに戻ってもう一回リスタートかもしれないし、うん、もっと1ランク上2ランク上 の何か想像力が膨らんだ新しい世界が生まれるかもしれませんし、うん、それは自分でも楽しみですね。一番なんかこれから先進化できる時期だと思っています。じゃあしっかりお客様に感動を伝えてください。よろしくお願いします。はい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 、ロでラスト明日ですね。そうです、いよいよ明日が最後、はい、とにかくみんなのエネルギーがどんどん良くなってパワーアップしていい舞台になってきていると思うので、僕も明日さらにアップデートして臨みたいと思います。そしてロミオ・ジュリエットを明日やります。初めていつか踊りたかった曲なので、まあ楽しみですよね、はい、自分でもお客様にどう伝わるか、はい、挑んでみたいと思います。はい、はい、豊洲ダンスライブ最終章ファイナルです。昨日おとといお客様の、ご意見や感想いろいろ聞かせてもらってますけれども、こういう舞台をもっとこれからもやってほしいという嬉しい言葉をたくさんいただいてます。異ジャンルのダンサーたちが同じ、空気を作って、繰り広げる芸術空間、うん、そういう時間が、うん、自分で作れるっていうこともとても幸せだし、たくさんの皆様のご協力いただいてできることなので、最後気合い入れてお客様にラブパワーを送ります。頑張ります。頑張ってください。今回最後になりますけれども、また次に向けてつながるようなパフォーマンスをしてください。はい、盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。
脱水とかって胃が痛くなったりするんだよね。ご飯食べてなくて下げすぎたんじゃない。中崎さん演技マジで。お疲れ様です。千秋楽もお疲れ様でした。いやー、まあまあまあ、
とにかくね、あのコロナ禍で、半分のお客さんだったけれども、でも見に来てくれた皆さんが少しでもこうコロナストレス解消して癒しの時間になってくれたらなと思って、上演させていただきました、はい、なので、まだまだねこれから舞台続きますけども、いろんな作風でこれからも続けていくし、いろんなお客様が楽しんでもらえるようなそんな芸術空間としてクリエーションしていきますので、応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。ラブラブイズオール。ではお疲れ様でした。お疲れ様です。